大丈夫大丈夫って言い聞かせて生きてんですけど。どういうこと？何よ急に。急に何だっつうの？自分に言い聞かせてさ、鼓舞して生きてんだっちゅうの。令和のパイレーツだっちゅうの。うわでかいな肩が。確かにでか、でかパイレーツ。でかいな、でか、でかパイレーツ。でかパイレーツ、営業待ってます。オファー待ってます。うどんもあるから。あ、そうだ、うどん食べよう。そうだ、そうだ、ペイちゃんの動画でこの、うん、あの鍋食べてんだけど、これちょっと一回あれしちゃうね、うん、入れちゃうよ。はい、お願いします。はい、なんでこの家に来たかってね、私が朝からもう病んじまってね。そうなんですよ、来たんですけど、ね、そうなんだ。朝から珍しくペイちゃんって朝絶対起きてないイメージなの、うん、私は、うんうんうん、10時とかって、うんうん、で LINE 来てさ、10時ぐらいに起きてますみたいな。うわと思ったの、ね、どうしたのと思って、どっちでいい。それ何かあったの？何かあったのかなと思って、まあ、まああったからきっとこの時間に起きてるのかな。眠れなかったわ。眠れないよね。でもね、眠り、ね、聞いてみたらね、眠れないわの感じでもないんだよね、本当はね。だけど、それでうちにね、駆け込んできたんです。え？あ、でも、あ入れんなよそれを。そのままどうしたのって、どうしたのかなって、どうしたのかな。千の夜を越えてここまで来ました。千の夜を越えてそんなとこだけいいように歌ってしょうがない。そうよ、アクアタイムズ。アクアタイムズね。千の夜を越えて、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃね、曲を聴いて励まされてるんですって、この昨日からね。あ、そうよ、ずっとね、さっきの曲の話してるんだけど、どっちかというと、押し上げて、気持ちをもう押し上げてもらう曲をすごい選曲してるんですけど、皆さんはなんかいい曲ありますか？ファイトソングね。押してファイトソングで、あれ中島みゆき、あれを、うん、あれサブスク解禁してね。あ、そうですか、ね、いよいよ96曲かな。そんな解禁の数多いよ。そうよ、一気に行ったから初手にしては多い。なんかね、やっぱもう語り部ね。そうね、うん、歌は語りだっつって、うん、なんか一番、ね、ファイトでしょ、うん、一番最近聞かれてるのはあれみたい、多分糸、銀の竜の手、銀の手、ドクターこと、元気が出る歌ってなんだろうな、涙などよ、元気を出してでしょ、うん、竹内まりやさんのそれは聞いたね、高校の時に、うん、高校の時に聞いたんだ。急に振られた。辛い日本人をね、支えてんのはね、マリアよ、結局。何年も何年も、あれだ、死んじゃダメ、死んじゃダメよ、死んじゃダメよ。もういい、私、マリアいなくなったらもう、もう私もマリアいなくなったらもう、そうよね、これはもうマリアロスよ、私。本当、本当に高橋真理子さんも引退してほしくないよ。そうね、本当に分かるわ。あれ、あとは引退とかね、その解散とか多いからね、最近ね。多いから。でもあれよ、2023は開けていくから、だから年内に片付けておいた人が結局来年勝つことになるから。片付けておいた人、そのいろんなことに、うん、そう、自分のなんかこう、なんていうのかな、もやっとしないで、そう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 、背負いすぎた荷物を下ろすとか、あの何かこう大きな決断をして、新しい年に新しい自分に出会うために向かって、行くという行動を取れた人が2023勝ちます、うん、あ、はい。じゃあ何なのそれは、うん、ペーペーペー。なんか前さ、占いでさ、神みたいなこと言われてなかった？あ、なんか言われた、あの中リーサさんのやつで言われてたよね。そうそうそう、神、神、ゴッドです、ゴッド。でもさ、感覚がいいから、うん、抜ける、いける。感覚はいいのにね、うどんの食べ頃が分かんないんだよ。うまいこと言って。これ重い思われてる。
これどこでも誰でも作れる説だよね、うん、これでもすごいね、重い都合がいいよ多分、重い思われてフリー振られも都合がいいじゃん、フリフこうだったよね、フリー振られだったよね、振られだ何思い詰めたってもこんなの別に何だっていけるって言ったよさっき、そうね、うどん食べればよかったし、いただいて、うどん食べながらでしょね、世の中がどんなことになってもどうなろうがどうなろうがうどん食うんだから、美味しい、美味しいね、合うね、あ、チーズもあるよ、大丈夫よ、うん、若い子みたいなことして食べたね食べたね、うん、食べてさっきちょっと野呂さんにマッサージしてもらって、そう、でも今日見た時の張りがすごかったよ、顔いいってこと、うん、あといつ見ても鼻が綺麗ね、あ、そうよ、鼻だけはね、鼻すごい、ちょっとあっち見て、ここほら、すごいっしょ鼻、もうちょっと下向いて、もうちょっと下向いて、鼻の穴が全部見えてる、やだほら、綺麗、ここがもうすごい、そうそう、ね、これなんかちょっとこう、キュッてここ上がってんの、うんうん、このアップノーズっていう、アップノーズ最近流行ってる、そうそうそう、ね、見たの私も、うん、ノータッチです、ノータッチ、ノータッチ、言ってない誰も、やったとかは言ってない誰も誰見てる人も誰も思ってない、本当ないか、でも綺麗よね、ほんとここはなんかやった、やったって言いたくなるぐらいの綺麗な、本当にそんなに、鼻はどっちだろうな、あ、父親だ、私の鼻、なるほど、考える頭になってないな、いっぱいいっぱいなのかな悩みでいっぱいいっぱい、そう、なんか脳内メーカーがさ、はいはいはい、それに使われすぎてるの今、そうね、今ね、難しくね、脳内メーカー、脳内メーカーであったね、なんか脳、そうそう、すごいいっぱい、食食食とか、睡眠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 、遊ぶ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 とか、カネカネとかね、あったね、確かに、でもそれに今、でもそれによって決まるよね、めっちゃわかる、それによっていろいろ決まってくるよね、めっちゃわかる、それイライラするね、めっちゃなんでそこの軸で考えなきゃいけないの、私の人生生活が振り回されんのよ、わかるわかるわかる、わかる、ちょっと見てる人わかんないかもしれないけど、うちらの中ではちょっと成立してるんだけど、そうそうそう、ごめんね、でもわかるし今ので、わかるし今ので、わかんの、もう振り回さないでほしいよ、とにかく、ほんとやな、ね、うん、だよね、だからでもまあね、思うっていう、うん、思いながら動けばそうね、自分のためにもなるでしょう、そうね、重負、重負、うん、負で、そうね、どう、松たき子みたいにね、あ、君を重負、すごい感動しちゃうわ、対応力に、あ、デザート食べます、食べましょう、あ、食べます、期待を込めて言っちゃったえ悪い子ね、悪女よ、私は、あなたは悪女だけど、私は悪女よいや、私は悪女よ、冗談言うんじゃないあ、じゃあ可愛い、あの以前動画に出した可愛い器で入れてあげる、あ、熱いとこ、え、ちょっと姫になりたいわよ、私もなりたい、うん、すごい、あの阿佐ヶ谷のあの喫茶祇園みたいな器え、喫茶祇園がそんな器かちょっと分かんないんだけど、そう、うん、あの細道入ってさ、阿佐ヶ谷のやつしてない、阿佐ヶ谷ってあんま行ったことない、いいのの味がある、うん、えやだね、うん、いやよ、早くて吹け込んでいくのが、ね、もう落ちてるよ、
もう考えたくない。食べ物がなくなったらこれだ。ん？青いウサギずっと待ってるってずっと流れてる。なんかその時のその時その時の歌が頭に出てくる人でしょ。出てくんの。いや私も実際そうでさ。あるよね。あんのよね。ずっと待ってるが頭から出てくるって。あ、そうそう、そのワードがこうね連想させてね、うん、こうね。さよならさえ上手に言えなかったとかね。キュンキュンね、うん、あなたに、でもあなたに会えてよかった。世界で一番素敵な恋をしたねですから。本当かな。何ようっかり言っちゃって。何ようっかりやってる。こうか。竹内まりやのね。何カモフラージュとか思い出す。好きよ。目と目が合って名曲。指が触れ合う。カラオケ来たかった。来たかった、うん、なるほどね。何いいじゃん。スイートいい。スイートでしょ。スイート、スイート、スイート、ソースイート。何だっけ、なんかえ、コーダクミなんか言ってた。スイートエンマー。歌じゃない、歌じゃない。違う。あのスイートです。あ、それそれ、素晴らしいスイートです。あ、それそれはコーダクミさんじゃなくて、八代優ちゃんがやってるやつじゃない。でも本当に言ってんの、あれ。え、あれ言ってんじゃないの。あれ、コーダクミさんが本当に言ってんの、あれ。わかんない。え、あれ、八代優さんが、八代優ちゃんが言ってんじゃないの。あ、言うわけないか。え、優ちゃんが素晴らしいスイートで、でも優ちゃんが真似して言ってるってことか。じゃあ本当に言ってんの、多分。こういう流れで行こうかしらみたいな。うん。ただお口に入ってる具合が出た、うん、マリアージュ、マリアージュ、マリアージュね。震えるわ、手が。勘弁してよ。ん？こうか。うまい。アップルティーになった。アップルティーアップルティーだけ。うまい。素晴らしいです。もういいか、もういい、うん、一回終わる、一回終わる。もうでもめっちゃ、めっちゃ面白かったけど、忘れないように。サムネ、どうする。